裏町古墳は、現在の宮城県仙台市大白区に下が一丁目に作られた前方公園墳である。古墳時代中期、5世紀に作られた。全長40メートル余りで、裾に吹石と円筒埴庭を巡らせた。縦穴式石室からは、同鏡一枚、通す、鉄属が見つかった。1972年と1973年に発掘調査されたが、 1973年に破壊された。仙台平野の南部に面した三上宝丘陵のふもとにある。発掘当時は仙台市富沢あざ浦町だったが、住所地名が変更になったため現在は西田が一丁目にある。周辺一帯は中小規模の古墳が多く、浦町古墳もその一つである。浦町古墳は前方部を西に向けた前方公園墳で、 ニに、吹き石一列を巡らせ、また円筒波庭を、おそらく公園部に三列、前方部に一列巡らせていた。深さが一定しない浅い集合を持っていたが、その幅は不明である。公園部の墳丁から縦穴を掘り、そこに石を積み上げて、石室を作り、木管を置いたものと思われる。内部は洞窟されていたが、発掘時に小さな聖堂の入文京一。 鉄の通す位置、鉄の矢尻位置が見つかった。また、はじき、末期の土器片が得られた。多数の円筒波にはも、大部分格乱された状態で見つかった。年代は、五世紀と推定される。仙台平野の西の円に位置し、名取川と広瀬川の間で名取川寄りにある。北東方、広瀬川寄りには、大略道規模の一塚古墳、二塚古墳。 さらに、カブトツカ古墳がある。地域最大級の古墳は、名取川対岸の雷神山古墳と、広瀬川対岸の東密河古墳で、裏町古墳などは、この2大古墳に挟まれている。裏町古墳は、三上高級寮の南の麓、大地上の地形の円にある。下の定地から見上げると、三上高級寮を背景に左に方形部、右に円形部が並んで見えたはずである。 周辺には同じような立地条件の古墳が点々としていたが、どれも古墳として名付けられ調査が及ぶ前に破壊された。裏町古墳は西向きの前方公園墳で、公園部の小道は27メートルあった。前方部は13メートルを残してその先が壊されていたため、正確なところは不明である。合わせて全長40メートル以上となる。前方部の幅は 公園部との接続部分で7メートル、残存箇所の最大部分で14メートルあった。規定部からの高さは、公園部が4.5メートル、前方部が0.8メートルであったが、本来の公園部はこれより高かったと思われる。以上は発掘調査報告書によるもので、後に刊行された仙台市市は、全長50メートル、前方部の長さ15メートル余り。 公園部の高さ約6メートル、前方部の高さ約3メートルとしている。噴球には、円筒埴輪が巡らされた。原市がわかるものは少なかったが、公園部では、三重の縁として、前方部では、円片に配置され、前方部と公園部の接点に他と異なる小型の埴輪が置かれたと推定される。継承埴輪はなかった。噴球の裾には、付近石が帯状につけられた。 その幅は公園部で約1.5から約1.7メートル高さにして約60から80センチ。吹き石の幅は直径20から30センチの粒手を公園部では8から9個積み上げて作られた。裾から3、4メートルほど離れた外側に溝が掘られていた。深さは25センチメートルから80センチメートルと浅い。 そこにある硬いされ層を掘り抜けなかったためと推定される。外側の円を検出できなかったため、幅は不明である。公園部のほぼ中央直下に、東西約5メートル、南北約2.5メートルの長方形の縦穴が掘り込まれ、その床に河原石で石室が築かれた。発掘時の墳丁から床までは約1メートルあった。石室は、 洞窟によって一部破壊されていたが、東西3.6メートル、南北0.8メートルの長方形であった。床と壁を15センチから50センチの扁平な瓦石で積み上げ、床には約5センチの粒手を敷き詰めた。石室内部に落ち込んだ石の中には一辺約30センチ、厚さ約5センチメートルの板状の石が混じっており、外石が洞窟で割れたものと推測される。 石室は、洞窟を受けており、棺は確認できなかったが、副葬品として見つかった、入文鏡の鏡面に木質が薄く付着していたという。副葬品には他に、陶水一、鉄属一、弾きの壺が一つ見つかった。末期期大石室から得られた、青銅鏡の大きさは、直径9センチ、厚さは2.5ミリから1.5ミリの小型のものである。の穴に、 紐が通されていた。通すは、葉の長さが8.7センチ、茎の長さが3.8センチで、葉に、櫛の跡が錆びついて残っていた。矢尻は細長く刀のような先端で、10.6センチ以上あった。鏡の文様から、発掘時は、主文鏡とされたが、後に、入文鏡と改められた。箇所の不形の盛り上がりがあり。 亀裂を追いかけによって修理したところとされる。末期の破片から11個、弾きの破片から6個が原型を推測できる、瓦家として見つかったが、内弾きの内黒月4個は、平安時代のものである。多くは、洞窟跡から見つかっており、一つは、洞窟時に墓から持ち出されたものと確認できる。発掘報告書によれば、土器類は、石室の外に置かれるのではないかという。 すえの中には、近くの金沢鎌まとで似たものがあった。埴輪は、全体を組み立てられるものが少なかったが、筒型円筒埴輪と、朝顔形埴輪の破片が多数見つかった。近くにある、富澤鎌わかとから供給された。他に、鎌倉時代のものと思われる、片口土器一と湾ン土器一、縄文土器の破片が見つかった。1949年に、 伊藤信夫が観察した時には、畑の中の杉林の中にあって視界が効かなかった。そのため伊藤は、前方部を見て取れず、計20メートルほどの円墳と考えた。公園部の頂には、石祠があり、円筒派にの破片があった。その後、1972年の仙台市、教育委員会による文化財確認調査までに、周囲は宅地に変貌し、 次の木も切り払われていた。調査に訪れた岩淵工事は前方公園墳ではないかと考えた。この時、古墳の南4分の1は宅地のため削られており、増築のため残りを削り取る工事に取りかかる直前であった。工事を中止し、古墳の形を確認するために、同年12月20日から27日まで第一次の発掘調査が実施された。 これにより長さ40メートル以上の前方後円墳であることが確かめられ、続いて翌年6月30日から8月3日まで第2次の発掘調査を行った。調査後8月23日から25日にかけて古墳は作兵破壊された。